まさとねいいこと言いますよねあの「明日のジョー」の矢吹城もそんな感じだったんですよ持ち前の腕っぷしの強さと喧嘩っっ早さでずっと勝ってきた矢吹城だったんですけどもある日ね追いぼれた丹下段平酔っ払いにですねぶちのめされるんですよね、まあ、それであこいつ男兵のおっさん結構やるなってところで一目をいたところで丹下段平がパンチを打つ時はただぶん回すんじゃなくてこれ脇を締めて目の高さでね パンチを出して、それでそそのまま弾いてみろとそしたらパンチの威力ってのは強くなるんだぞって言ったら「本当かい?」てって矢吹城があまりにも暇だったんでやってみたらシュッって音が聞こえたんですよね。おっんか風を切る音が聞こえたぞもう一回やってみるかおっすげえなみたいな感じで素直に人の意見を聞いてみる特に経験者である人の考えを聞いてみる自分をぶちのめした人の意見を聞いてみると確かになーっていうふうに思えることがあったってことなんですよね。 これはある意味、矢吹城が成功例を自分なりに作ってきたからこそ人の意見が素直に聞けなかったってことでもあるのと、人の言う通りにあって、うまくいったことがちょっとね、恥ずかしいとか悔しいって気持ちがあったんですよね、自尊心が。だからずっと素直に聞けなかったんだけども、叩きのめされて、押しぶれて、 なとか強くなりたいいっていう風に自分の負けを認めた時に自分をぶち埋めしたやつはどんなことを考えて言ってるのかなってことを試してみたら「おすげえなさすがにこのパンチにはかなわねえや」みたいなことになったんですよねその後に力石るとの出会いがあって力石に対してそのパンチを打ってみたら力石るが「お前プロ並みのパンチ持ってるな」と。でも他は全然ダメだっていうわけなんですよ。 つまりは、教わったパンチはプロ級だけども、教わってないパンチは全然ダメだっていうふうな評価を、プロボクサーのリギーシュトおルからあの言われてですね、このリキーシュトウルもね、ライバルだったんですけどもあ、そうか、教わった通りにやったら、あのリギーシュがぶっ倒せるかもしんないな。<laughs> おっ、おっさんもっと教えてくれみたいな感じで、素直に教わることを選んだわけですよねいや。すごいなと思いますよ。で、私はね、やっぱりね、教わるんだったら、 食らいつくほどにやっっててみようかなってその時思ったんですよねそれまであんまり思えなかったんですよ。結局、あのー、うまくいったやつが自慢話してるだけだろうと思ったんですけどもだから何度も言いますけどもね、あのー、私がそのヒルズ塾に入ったのはちょっとねいやらしい気持ちもあったんですよねまずお金を払って教わった通りにやるそれでうまくいかなくなったら訴えて賠償金で儲けてやろうと思ったんですよだからこそ徹底的に文句が言われないように思う通りに あのやってる通りにやったんですよ。も,うもしくはね、その動画を見て、それと同じような動画を自分で作って出してみたんですよ。そうすると効果的面だったということで、あやっぱりうまくいった人の話は聞いてみるもんだなと思いました。でもその反面、何百人も私と同じ時期にそヒルズ塾に入った人は今、今全然話を聞かないと。数人しかまだ残ってないですよね。なんか、一人か二人じゃないですか、生き残ってるの。私の見えるところ。うん。多分 小野さんんんくらいいなななじゃないかなと思うんですよその他の人はなんかねちょっと他に問題を持っていたりとかまがいものだったりとかして長く続かなかった消えていったってことになると思うんですけどもだからやっぱねあのー、やってなかったんじゃないかと思うんですよ他の人もなんだかんだって言って自分の方法にまた立ち返っちゃったんじゃないかと思うんですよ自分のそのうまくいかずに困っていた時の方法にね 私はもう基本的に何でもかんでも数をやることによって手数勝負というところと手数を打ってれば同じだけ手数を打てる人がいないから自分だけは生き残るなと思ったところとできないからやるんだってはそうですよねわからないからやるんだってはそうですよねわからないからやめるできないからやめるんじゃなくていやできないしわからないからやるんでしょうと売れないからまた別のアプローチで売るんでしょうみたいなねなんかそういうふうなことがまあ学べたかなっていうところは大きかったと思いますよ あと、いくつになっても、始めるのに遅いことはないっていうね。えー、今回、滝沢賢治さんの言葉を取ってお話し,しますけども、いくつになっても、始めることに遅いってことはないんだよっていう風に、滝沢賢治さんは言ってました。これはスクールウォーズの先生ですよね。水原っていう突っ張りが、最後、先生と一騎打ちをしてね。で、コテンパンに叩きのめされて、結局、その、滝沢先生の家の中で毛布にくるまって、うー <laughs> <laughs> 寒いな なんで水原まだ寒いのかしょうがねえなこれ飲めって言ってから「あいいのか先行がブランデーなんか勧めて,て」着付け薬だよ一杯だけだぞで飲んで滝沢先生が「うっ狭いけどこの後一緒に風呂入るか」っていう風にね誘ったところ水原が静かになってるんですよで滝,原滝沢先生がどうしたのかなと思って見てみると涙を浮かべながら水原がこうやって振り返るわけですよね再現しましょうか 先生俺ラグビーやってればよかったかなっていうふうにやるんですよねここが涙をさそうなんですよそしたら先生が「水原お前が」「違う、水原今さらってことはないんだよ」と始めるってことに遅いことはないんだお前がその気になったら何だってできるんだぞ」ねい言うわけですよ当時18歳の役ですからね確かに何でもできますよねで えー、水原の役をしていたあ小沢しさんはね当時21歳か22歳だったと思うんですよいや本当にね役者としてもまだ出たばっかりででもあの顔と演技がものすごくインパクトがあってそれからもう今の不動の地位にのし上がっていくわけなんですけどもねどんな大スターも最初は駆け出しなんですよ どうなるか分からない中で共演者に助けられ演技を磨いて食らいついていって数こなすことによって一流になっていくんですよねまあですんであの南の帝王のね竹内力さんもそれから小沢宏さんもその他の人も今大御所と言われている人はまあ作品数が多いとこんなのにも出ていたのこんなちょい役もやって,やっていたのみたいなのがいっぱいありますよねしかもソフト化されなかったそういった映画もたくさんあってですねうんそういうふうな 日の目を見なかった作品も自分の肥やしになっていったってことなんじゃないかなと思います。まあ私もね、ボツになった動画とか発想っていうのはたくさんありますけども、でもよかったと思いますよ。例えば、あんまり知られてないことですけども、私はあのウォーターサーバーのセルフバッグをどのようにお金に変えていくかってことを考えたあまり、その、瀬戸内海の島の方に行ってねで、その島を営業で回って、あお宅のこの,、ね、あの倉庫を使ってないから、そこにウォーターサーバーをちょっと設置させてくださいと。 そして、塩風がウォーターサーバーにどのくらい影響を与えるのか、ちょっとね、4ヶ月ぐらい調査したいんです。ですんで、いろんなメーカーのね、10種類ぐらいこれ置きますんで、ちょっと置かしといてください。何もすることはありません。ただ置くだけですって言ってからね。そうやってセルフワーク報酬をいただいて、で、最後にね、ウォーターサーバーの回収を業者にやってもらって、ありがとうございますみたいな感じで、1件10万円ぐらいね、利益を出て、それをやっぱりね、何件も何件も繰り返していったってことがありますけども、結局その、バカズなんですよね。バカズを踏む中で、 私があんまりもう忘れていて語らないこともいっぱいあるわけですよ。今みたいなウォーターサーバーの件なんて一発10万も儲かるのにあんまり人に話すことがないんですよね。当時、フェイスブックでその模様をずっと記事に上げていたところがあったと思います。島に渡ってウォーターサーバーの契約をして、そしてウォーターサーバー設置させてもらってみたいなことをずっとやっていってですね、最後の回収までレポートしたと思いますけども、とてもじゃないけども、遡って見るようなことはできませんけどもね、もう記事が多くって。まあでもそのぐらい遡るのも,もう本当にね、たくさんあって見つけられないぐらい バカを踏んできた。それがまあプロのまあ一歩二歩三歩っていうところなんですよね。きっとね。うん、まあ、いずれにしても、うん、始めるってことに遅いっていうことはないんだよっていうふうなね、そういうのは滝沢賢治さんの言葉、山下信二さんですね。山下信二さんの言葉が今でも私の胸の中に残ってるかなっていうところでございます。